里崎チャンネルジョブ。さあですね、今日火曜日から、また試合が始まりますけども、試合前の、里崎チェックということを行いたいと思います。実はですね、まあ先週、まあ前の動画で上げましたけどもですね、この YouTube 里崎チャンネルがなんと千葉テレビで、CM が流れるっていうね発表をさせていただきましたけどもですね、その CM が流れるっていうところで、まあ、今シーズンですね、僕が千葉テレビで解説をする時にはですね、このように試合前の展望を語りながら千葉テレビで解説をするというところをですね、心地していきたいと思いましてですね、今シーズンはこのようにですね、千葉テレビで解説する、日にはですね、試合前にこういう情報を上げていきたいなと思います。今日 ZOZO マリンスタジアム、ロッテ対西武戦、18時プレーボール、千葉テレビでマリーンズナイター、解説里崎智也でお送りします。千葉テレビご視聴区域にいる皆さん、ぜひですね千葉テレビで、マリンズナイターで、里崎の解説を聞きながらロッテ西武戦を、ご覧いただきたいなと思いますし、テレビ埼玉の方でもね今日流れるみたいなんで、そちらの視聴区域に住んでいる皆さんもですね、ぜひ、里崎解説でお楽しみいただきたいなと思います。さあということで、各球団チェックしていきましょう。じゃあそのまずロッテ対西武、今日予告先発がロッテ有吉、西武高橋光成というところになってますけども、まあ、ロッテは有吉ね、まあ、右肘のクリーニングを手術をして、まあ、故障明けで先発、復帰かなっていうところになりますけど、まあ、1年目2年目ね非常にいい活躍をして、昨年2019年は、まあ、その怪我の影響もあってというところでね、今日先発、することによって、まあ、そのどういうピッチングするか楽しみですよね。その中で、まあ、西武打線に臆することなく力強いストレートを投げ切るかっていうところですしね、高橋光成はね西武前回もいいピッチングしてましたから、それを引き続きできるか。だからこの西武対ロッテの注目ポイントは、まあ、4番対決ですね。山川対レアード、まあ、レアードはね先週楽天、戦では力を発揮できませんでしたけども、その4番レアード、4番山川のこの4番対決っていうところに注目して今日見てほしいなと思いますし、チームの勝敗変わってくるんじゃないのかなと思います。さあ続いては、パ・リーグ、オリックス対日本ハム、京セラドーム18時プレーボールということで、オリックスはアルバース、そして、日本ハムは杉浦の先発ってなってますけど、この試合のですね、まあ、キーポイントは中継ぎ投手陣の出来、キーポイントになるんじゃないのかなと。まあアルバースにしても杉浦にしても、まあ、完投するっていうことは多分ないと思いますんで、前半にね両チームどこまで点を取れるのかっていうところと、その先行したリードを終盤の中継ぎ陣でどこまでキープして試合を終わらせるのか。日本ハムはね玉井、そして宮西、久門、有吉などなど強力な中継ぎ陣揃ってますし、オリックスはですねヒギンスがね、いいピッチング、まあでディクソンもねいい形で調子戻ってきたなっていうところもありますから、中継ぎ陣の出来っていうところがねチームの勝敗に大きく関わってくるんじゃないのかなと思います。さあ続いては、ソフトバンクと楽天、ペイペイドーム6時プレーボール、ソフトバンク戦が、そして楽天湯気というところで、もうここは今季初登板の千賀がどんなピッチングを見せるのか。今もう楽天打線好調ですから、まあ1番ね茂木から始まって鈴木大地も好調ですし、レアブラッシュもね打ち始めだし、浅村、島内っていうところでね、どこの打順から始まっても得点を取れるっていう高い打撃能力ありますから、その好調打線を千賀が抑えれるのか。千賀 VS 楽天打線、まあ、ここがね、まあ、一番簡単ですけど、まあ、ここに注目して見とくとね面白いんじゃないのかなと。この出来いかんではどちらの勝利、ね、楽天が首位守るのかとかね、ソフトバンクがここから一気にね順位を押し上げていくのか。パ・リーグね3球団かかり、3球団3連戦語りましたけど、まあ、これは開幕前から言ってますけど、やっぱりパ・リーグは同一カード6連戦球場も変わらない、やっぱり火曜日水曜日の出来がやっぱりその週の勝敗に大きく影響するっていうのも、まあ、6連戦2週にわたってやってきましたけど、やっぱり火水を連勝したチームっていうのはやっぱりそのカード負け越さないんですよね。その火水を落とさなければ2連勝すればもう勝ち越せるっていう確率がかなり上がるんで、そういった意味でもね今日、火曜日の戦いパ・リーグ、全3試合非常に大事なんじゃないのかなと。まあこのねチェックポイントをもとに観戦していくとね、各球団面白いんじゃないのかな。もしくはね観戦できなかったとしても試合後のニュースとか振り返りを見てですね、あ里崎が言ってきたことどうだったのかな、そこポイントだったのかなっていうのをね見返すと、その試合を生で見てなくても試合後ニュースとかでもね面白く見れるんじゃないのかなと思います。ここがパ・リーグね3試合のチェックポイント。じゃあ続いてセ・リーグ、中日対ヤクルト、名古屋ドーム、18時プレーボール、中日が柳、ヤクルトスワレスの予告先発になってますけど、まあ、ここの戦いの
今日のキーポイントは 1,2 番の出来。ヤクルトはね、まあ、1,2 番、そしてドラゴンズの 1,2 番もやっぱここの出塁が、まあ、クリーンナップね強力ですから、その村上に向かって、中日はビシエドに向かって出塁できるかどうかが大きく得点力関わると思ってるんで、この、まあ、中日ヤクルトは 1,2 番の出来、ね、ここに注目してみてもらいたいですね。で続いて阪神巨人甲子園、阪神が大八木、そして巨人が戸郷の予告先発。まあちょっとね天気が心配かなっていうね、今まあ、九州地方でね大雨被害遭われている方ね、本当に大変だとは思いますけども、この天気がね非常に心配だなとは思いますね。まあこの阪神巨人戦のキーポイントで考えると、タイガースはボーアも打ち始めましたし、大山も好調ですから、まあそこのクリーンナップがどう出るのか、ジャイアンツもね丸岡本っていう強力なクリーンナップいますから、ここは阪神巨人戦のキーポイントはクリーンナップ対決ですね。クリーンナップがどちらが打つかっていうね注目してみてほしいし、まあ戸郷も青柳もね、まあ青柳は1勝1敗、戸郷は後面2勝ということで、まあ両投手ともねいい形で投げ切れてるっていうところもあるんで、そのクリーンナップをしっかり抑えれるのかっていうところがねチェックポイントになると思いますし、まあそういうところをね確認しながら見てもらいたいなと思います。そして最後、広島対 DeNA、まあ、ここもねマツダスタジアム18時プレーボール、ここも天気が心配で試合できるのかどうかっていうところはあると思いますけども、広島が森下、そして DeNA が浜口っていうところで、まあ両投手勢いに乗って、まあ、前回もいいピッチングしましたし、今週どうなるのかっていうところで考えると、このね2チームのチェックポイントはキーになるのは3回までの序盤の攻防、この1回から3回までにどちらのチームが流れをつかむのか。まあカープはねちょタイガースに連敗して入ってきてますし、ちょっと若干流れが悪い、まあでも鈴木誠也をはじめ、まあね打つべき人はしっかり打ってるなっていうところもありますし、 DeNA もね今セリーグ2位というところで9勝6敗貯金3を作って首位巨人に 1.5 ゲーム差っていうところになってきてますから、まあそういったところも序盤の3回でどちらがリズムを作れるのか、まあピッチャー森下にしても浜口にしてもパンパンパーンと3回までいい形でいければその後ね抑えていけるっていうねリズムに乗れると思うんで、この広島対 DeNA は3回までの攻防をチェックしながら、もうキーポイントじゃないのかなと、思います。ということで、全6試合試合前の、予告先発も含めた、チェックポイントキーポイントっていうところをね語ってきましたけども、まあ、今日里崎は ZOZO マリンで、千葉テレビマリンズナイターの解説をしますんで、ぜひそちらの方もチェックしてください。そしてですね、今日ちょっと最後にですね残念なニュースっていうか、まあ今日朝ですね、まあ朝っていうかさっきなんですけども、まあ悲しいお知らせが入ってきましてですね、まあロッテでは理学療法士として、まあ広島ロッテでトレーナーを務めて、まあ1987年静岡高校からドラフト4位でね広島に入団、92年から3年間40試合以上登板するなど主に中継ぎで活躍で、97年に大英に移籍した後その年に引退して、まあ、通算161試合に登板、21勝19敗7セーブ、まあ引退後ね理学療法士として、まあ、カープ、そして、まあ、僕は現役の時にロッテで、まあ、お世話になったですね望月はじめさんがですね6日の午前にですね自宅で虚血性、心疾患のため、死去されたっていうニュースが、まあ、入ってきましてですね、まあ、もしさん、52歳ですね、まだ本当に若かったんですけど、まあ、僕が怪我結構最後多くて、膝とかそして、まあ、背中の肉離れだったりとかですね、すごい、親身になって、治療に当たってくれたりリハビリ手伝ってくれたりですね、元ピッチャーだったんでバッティングピッチャーもしてくれたりですね、いろんなことで協力してくれたり、選手に寄り添ってですね、まあ、僕以外でもですね、まあ、カープもそうですし、ロッテの選手たちもすごいお世話になってですね、まあ、昨年 の福浦さんの引退試合ではですね、球場でお会いして元気な姿でね話することも、あもしさん元気そうですねっていう話も、してですね、まあまたいつかですね、絶対、一緒に仕事したいなって思う、まあまあ、先生ではありましたし、元選手ということですね、非常に選手に寄り添って治療してくれたりとか気持ちを組んでくれたりとか、まあ僕もいろんなわがまま言いましたけど、すごい広い心でですね、受け止めてくれたり、本当に優しく接してくれたのは、まあ、今でもね昨日のように思い返しますし、まあ
2014年、まあ、僕が引退する時ですけど、まあ、膝の手術をしてリハビリで、まあ、早期一軍復帰する時もですね、まあ、もしさんにお世話になってですね、まあ、お酒が好きだというところでですね、じゃあ、僕家にですね、森蔵の一升瓶あるんでですね、これいつもお世話になってるんで、なんかね、もしさんにじゃあこの、森蔵ねプレゼントしますって言って一升瓶プレゼントしてですね、でもしさんはまあ佐藤がね一軍に復帰したらまあ一緒に飲もうかっていうね話をしてて、まあ結局僕はそのまま一軍に上がれずですね、引退することになりましたけど、まあ一緒に飲むことはできなかったですけどね、復帰できなくて、まあ引退するときにですね、引退祝いとしてね、飲んでくださいっていうね話をして、まあその後まあ僕もチームから離れて、まあもしさんもチームから離れてですね、仕事をしていたっていうニュースも聞いた中でですね、まあ残念なニュースが入ってきまして、まあまあこれをなんで動画にしたかっていうと、そのもしさんっていうね方が、いたっていうことをね、みんなに知ってもらいたかったっていうことと、まあ現役時代からねカープとか応援してた皆さんもいたでしょうし、まあ素晴らしい人間だったっていうことをですね、まあこの動画を残すことによってですね、まあもしさんのね素晴らしさを伝えたかったっていうのもあってですね、まあ動画に、しました。本当に、心より、ご冥福を申し上げますし、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。もしさん、ありがとうございました。